さあ、こちら。はい。つくだホビー。つくだホビーのザ・インベーダーズ・ UFO でございます。はい。これ。なあ、つくだホビー、手が早いな、みたいな、これ。はい。from the t e l e v i s ー o n t あのね、えー、平成生まれの人は、あんまり、こういうのに興味ないんやろうけどね。昭和生まれの僕らはね、まあ月に一回ぐらいをやってたよな。月に一回ぐらい。えー、UFO、UFO やな、えー。UFO、あの、UFO が出てきた番組とか、あと、えー、心霊っていうの幽霊とか出てくるとかっていう心霊と、で、あと、 えー、半年に一回ぐらいあったんが、あの、ノストラダムスやな。あの、ノストラダムスの大予言。これはね、三つは定番やな。ノストラダムス。で、な、あの、心霊。それと、あの、UFO ね。ヤオイさんやったかなどうしたんやろ、今な、うん。これ。これはね、ちなみに、えー、この、UFO は、 確かね、えー、アダムスキー型やったかな <laughs> <laughs> あったのよね、あのー、なんて言うか、型とか、あの、いろいろ種類がある。でね、あのー、アメリカ映画でね、えー、面白かったのは、あの、メインブラックやったかなあのー、宇宙人対峙する、あのー、映画が、まあまあ好きやった。で、宇宙人って、 人間よりもちっちゃいんやとか、おっきいんやとか、人間の中、人間っていうものを、えー、代わりに使って、使ってる人とかが出てきたりしたんやけどね。これはなんと、えー、UFO のプラモデルでございます、これ。これ。株式会社、つくだホビー。これはね、結構古いで、古い。古いです、これ。でね、古い割にはね、 値段が高かったぜん当時2700円高っか2700円もすんのみたいなところからここな1966年はいこれメイドインジャパンで箱とかは日本製なんですよねこれこれってね普通にお店に売ってたんやであのー 僕が行ったところで、普通に売ってて、えー、当時2700円やったのに、売ってる金額がほぼ変われへん <laughs>、<laughs> ほとんど売ってる金額が変われへんかって、それやったら買うよって言って、で、これ何か知ってるって、これ聞いたら、UFO でしょ、<laughs> これ知ってるって聞いたら、<laughs> 店の人が UFO やろうっていう答え。<laughs> もうえー、わえわええわって、えー、わえわええわって言って、買っとく買っとくって言って、分かってないなぁ、みたいなところで、中がこんな感じです。中はね、やっぱり、そうやで。当時のアメリカ、ナイズしたプラオネル、ほら。もうこの辺はね、あの、申し訳ないけど、もう、性善説やな。袋が開いてなかったら、もう、パーツはあるやろっていう、性善説に基づいてます、これ。これね、あのー、 こういう風なね、古いプラモデルで枝が落ちてる、ババババーンって枝から部品が落ちてるやつは、もうあの、パーツの確認がほぼできないんで、ある方法を使って、ある方法を使って、まあ、これは多分いけるやろう、いかれへんやろうっていう判断を、えー、することになります。まあ、またね、えー、時間がある時にでも、ま、あ教えてほしい方はまた言っていただいたら、 これね、相当古いで。ここほら。1966年。<laughs> で、またあの、つくだホビーが売ってたとこはすごいな、これ。で、いかがで、こんなんや、ほら。すごいな。この人がインベーダーなんかな。<laughs> インベーダーって、30年ぶりぐらいに言ったんだけど、そんな。<laughs> インベーダーって。 な、これやっぱりね、あの、日本、あなんていうか、日本人じゃ人間の、人間の発想が入ってんねんな、これ。おそらく宇宙から来る人は、宇宙から来る人は、地球、地球の人間やな、地球にいてる人間の想像を絶するとこってあるはずやのに、この椅子がついてたりとかね、椅子があったりするのが、これがもうもはや、えー 当時はね、あの、結構ね、あの、こういう、あの、UFO とかの、えー、番組があった。例えば日本やったら、謎の円盤、謎の円盤、UFO。あの、ガンダムのプラモデルとバーターで僕も買わされて、あの、あるんやけど、あの、えー、インターセプターって前がロケットになったやつね、ミサイルになったやつとかも、 あの、テイビでやってたから、謎の円盤、UFO。こっちは違うねんな。<laughs> こっち。ほら、アラムスキー型。これ1966年やから、1966年、66年当時の、ええー、まあまあお、おそらくアメリカでは UFO ってこんな UFO はこういう風な、ええー、デザインが、 一般的だったやろなこれはね、ちなみにやけど、えー、今もね、えー、メーカー違いますけど、買えます、これ。売ってるとこあんねん。あのどうしても欲しい方おったら、あのどこどこの何々店まで教えてあげるわ。うん、どこどこの、えー、何々店で置いてるよ、このプラモデルって、まで正確に言ってあげるわ。その代わり、えー、今の販売価格は、 5000円は超えてます。5000円超えてます。これね。はい。まあ、現役が長いと言ったらそこまでやねんけどね。これはね、あのー、僕も、つくだホビー版、つくだホビーのパッケージは、正直初めて見ました。つくだホビーのやつは。だから、だからじゃないけど、ちょっと笑いながら <laughs>、買ってきた。これ。な。 本当に、今は、インターネットが、インターネットが前世になったせいか、本当に言わなくなったよな。本当にね、僕ら小学校ぐらいの時やったら、あの、えー、この UFO な。UFO 番組。UFO。で、あと、心霊な。で、あと、ノストラダムスや。 1999年、何の月やったか忘れたけど、うん、何かがやってくんねんな。で、地球が滅亡するっていう話やねんけど、ノストラダムス、<laughs> UFO な。やってたな。あの、海外で撮られた UFO の写真ですとかって言ってあの、絵が映んのがあのアナログに映んねんな。映んねんけど、これな、ほんまにアダムスキー型やったと思うけど、<laughs> これはね、あの、とっておきやからと思って、ちょっとわざとここ置いててんけど、あの、動画に撮ったら10分回れ、みたいな <laughs>。